さあ、まずはこの体型ですと7番車の伊藤翼か。その伊藤翼、神奈川勢が一本棒を崩してまいりました。さあ、前で待つ1番の岡田亮太、関東勢が突っ張っていって、ここは誰も出させませんか。3番車の伊藤圭はそつなく4番手、7番の伊藤翼が元の位置6番手に車を下げています。さあ、前受けを選択した関東勢がまずは突っ張りました。中段変わらず3番車の伊藤圭で、7番車の伊藤翼が6番手、金が入って3コーナーから4コーナー。さあ、この辺り前でペースに入れていきますか。1番車の岡田、追走が2番の山崎、3番手橋本が固めていって、4番手は変わらず3番の伊藤圭。伊藤圭はまくりに構えました。最終周回の 1,2 コーナー中間地点、飛ばす岡田、追走番手絶好が2番車の山崎。さあ、後方からの仕掛けが全くありません。最終バック一本棒で通過いたしました。逃げる岡田、追走が2番の山崎悟、3番手4番の橋本で、4番手ようやくまくり打ち込んで3番の伊藤圭で4コーナーを回ってくる。先頭が1番の岡田亮太、番手から2番の山崎捉えたか。